はい、カノンのノン TV へようこそ。カノンです。今日はですね、私がいつもお世話になっている美容室のレビンさんに来ております。はい、髪の毛ファサファサ、お風呂上がり全開のカノンです。レッツゴーしました。ということで、いつも髪の毛のカットカラーをお願いしている小池さんですね。そしてひとみちゃんなんか険しい顔してますよ。今これはブリーチをする前段階の、ブリーチをする前に美髪改善をしてましたね、先ほど。そして今ブリーチ中です。実は今までソフトブリーチしかしたことがなかったんですけど、今回初ブリーチなのでちょっと痛いかなーってドキドキしてます。流しに行きます。はい、はい、だいぶ金髪になったので流しに行きました。なんか玉ねぎみたい。いつも頭めくりしちゃうから。いきますよ。はい、あいじゃん。私はいつもここで気持ちよくて寝てます。目がスースーする。ブリーチはちょっとスースーしちゃう。そう、ブリーチをしているとですね、ちょっと目がスースーしました、髪の毛を流すときに。あ、結構明るいですね、この段階で。こんな感じで私はいつも髪の毛をシャカシャカしていただいているんですね。ありがとうございます。想像できない。今までソフトブリーチだったから。そう、今までソフトブリーチだったので、新鮮でしたね。お疲れ様でした。どうなってるんだろう。結構明るくなりました。オレンジ色っぽい。全然わかんない。オリジナルなんだ。わあ、すごい。実はですね、ブリーチをしてると髪の毛がすごく痛むと思うんですけど、レウィンではですね、美髪整形というそのトリートメントだったり髪の毛のメンテナンスをやってくださっているので、ほら、ブリーチをしてても髪の毛のあのツヤっと感というかサラサラ感とかあまり痛みが感じられないんですよ。だからブリーチしてても今もそうなんですけど、あんまり痛みがないです。これすごいと思った。美髪整形、髪の毛が柔らかくなるんですよ。結構コスプレとかもできそうな髪色でした。本当はピンクを入れてみたかったけどね。今つけてもらっているスプレーは頭皮をガードしてくれているオイルですね。お肌を守るやつみたいです。でもブリーチしたとは思えないくらい自分でもサラサラでした、この時。ピン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 。ファンサーファンサーファンサー楽しそう。ちょっとドーリーな感じだね、さっきイメージはね。透明感のある人形っぽい。人形っぽい、ちょっと今回の髪の毛は透明感のあるお人形っぽい髪にしたいので、赤みを抑えてもらうようにしました。いつもはラベンダー系だったりグレージュ系が多いですね。グレーベージュが一番お気に入りかな。初めて見た。ここ、せーの、夏休みかな。夏休み限定で染めて、学校は普通に色、髪の毛を染めちゃダメだったので、夏休みかなに染めましたね。で、夏休み終わって、お利口に黒髪に戻して、黒くないけど、まあ、地毛の色に。また地毛っぽい色に戻してね。戻して、その繰り返しで。そう、ずっとそうからです。俺のインスタもいいね、多分何万もじゃ。本当ですか。本当本当。嬉しい。今日も写真撮ろう。ちょっと眠そうですね。私は撮ってもらってるんですよね。小池さんにいつもいろんなお話をしてもらっているんですけど、なんだろう、結構時事問題とか政治の問題とか社会の問題、社会の問題を教えてもらってますね。今の世の中の話を。レヴィンで勉強してるかも。
楽しいなと思ったことは意外と全然できますよ、ね、タイプでびっくりしたのよ。でも、ね、運動音痴なんですよ。だから、うん、その本気で体を張ったらちょっと怪我しそうなんですよね。だけど足は速い。足だけ速い。鬼ごっこが好きだったからボールとか絶対無理です。ボーリング後ろに投げちゃうんですよ。え、ダメですか。あんま意識なんですけどこっちに行っちゃうんですよ。握力してはガンバーンって。イベント、カノンノンノン TV のイベントとかを開いてみんなで鬼ごっこしましょう。私すごいしたいの。もうね、すごい眠くなってますカノン。あーもう寝そうです。もうエンジン切れてる。いつもこんな感じだから、ね、飛ばすんだよね最初はね。食材の方がお願いします。はい、お願いします。眠眠モードです。やっほーってしてました。逆さになってます。そしてジョージさん、シモンちゃんにお勧めされたビムさん聞きました。あ、本当ですか。聞きました。曲名とか全然覚えてないんですけど、めっちゃいい感じです。通勤の時に聴いててテンション上がります。はい、うん、これかのちゃんあげたっけ。で、あ、どれですか。これあ、寝ながら虫攻撃。小池さんのところに行くといつも虫をもらうんですよね。こちら虫です。見えますか。お誕生日の時食べました。みんなタランチュラとかもある。そんなの食べた。前チョコレートが、あ、サソリだ。あ、前あれ渡したやつか、うん、私食べますか今度 YouTube。 小池さんとかで食べて免疫つけてから。よし、乾かしますね。ということで髪の毛を乾かしてもらいながら、さっきいただいた幼虫をガブリガブリ。どう、まずいこれ。絶対まずい。なんで除菌シートとか。あ、出したい出したい。いやいやいや、じゃあどうした。あ、ケーキ。あ、そうやって一番悪い。ただこれは本当にとてつもなくダメな味ですね。虫でした、虫。はーい。あ、はい、あ、見て髪の毛サラッサラじゃない。ブリーチしたと思えなくないですか。ほら、かわいいね。ちょっとだけ整えます。はい、お願いします。ちょっといつもより明るい。そうですね。え、すごいかわいい。こうやったら髪の毛にちょっとシルバーを入れているので、光に当てるとシルバーに見える。短くなった。できましたよ、はい、ちょっとテーブルの上が汚いっていうのはちょっともう触れないでください。散らかしまくってた。そしてほら、できたよ。うん、ありがとうございます。はい、ということで完成しました。じゃーん、こんな感じです。今日は今日は少し髪の毛をハイトーン気味にして、前髪をカットしてもらって美髪整形をしていただきました。はい、ということでカノンの髪の毛事情 Vlog でした。どうだったでしょうか。今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価の方もぜひ、チャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしててくださいね。バイバーイ。保护保护。